はい、皆さんこんばんは、村長です。こんばんはと言ったのは多分初めてじゃないかなと思うんですが、今回とっても便利な時短ツールカシオのコーダナコンポーダーから DAW の方に転送して素早く楽曲を仕上げるという一連の制作動画を作ってるわけなんですけれども、ミックスまでが終わったところを第1弾として発表したわけですけれども、次は各トラックのエフェクトなどを確認しマスターリングまで、この流れで進もうと計画していたんですが、ちょっとですね気になったところが出たので、こういうところの、直し方というのを少し第 1.5 弾としてですね解説してみたいと思います。村長ミュージックスタジオ、はい、今日の話はアボイドノートという、理論的に言うとそういう音楽理論の内容にもなることです。簡単に言うと、このコードのある時はこういうメロディーがぶつかると音としてちょっと不自然に聞こえますよというような音のことです。アボイドノートを絶対使ってはいけないというのではなく、どうしてもアボイドノートがあった方が音楽的な面白さがあるような時は、あまりロングトーンで使わない、もしくはボリュームでそことぶつかる時にどちらかを控える、そういうようなものです。そしてアボイドノートというのはコードの一つ上の音、ドミソとかで弾いてる時にファの音、そういうような音をあまり使わない方がコード的にいいということです。ですからそこらを注意しながら見ていきたいと思います。そして今回はキー的には C、 ドレミファソラシドの音楽なんですけれども、その中で Dm7 と C の音、これも特殊なアボイドノートの一つと言われています。僕自身は音楽理論のことはそんなにも分かっていません。ですからさらに深く勉強したい方はアボイドノートというので検索したりしながら知識を深めていただいたらいいと思います。ただし今回はその正確な理論に基づいて動かすのではありません。僕のフィーリングで動かすのですが、一つの知識として頭に入れておいてください。じゃあやっていきましょう。ちょっとここを聞いてみてください。聞いていただいたように、かなりこう不協な和音というか、本当にコード感が合ってるのかなっていうようなところが聞こえたと思うんですけれども、ここをですね直さないままオーディオストックに行くとですね絶対 NG が来ると思うんですね。画面にこのように、MIDI が出てるんですけれども、ちょっとこう幅なんかも大きめにしてですねやってみたいと思います。そしてガイドにスタジオ版の場合ですね、こうやって重ねて見ることができますので、両方編集できるんですけど、編集はしないでですねこちらだけガイドのようにつけていきたいと思います。でおかしいところを直すと、ちょっとメロが大きいのでメロ小さめに、上のメロディー下がってるんですけれども、ここがちょっと下がってないので、少し気になる。ここはあのコードで言えば G のコード進行なんですが、あえて向こうラに落としたので、ここをファに戻してみましょう。
これでもダメですね。ですからこれラーに、はい、これでだいぶ良くなりましたね。そしてここも次のところも気になります。これも一つですね、上げたいと思います。これは一つではダメでした。コードは Am。 これちょっと伸ばしましょう。時に音程で逃げるというやり方もあれば、音量で逃げるというやり方もあります。ここは E7 ですけれども、ここがそうですね、F シャープに、なってます。ここも C メジャーなので、この F がちょっと不協になってますね。Thank you.
もう一度聞いてみます。直すポイントはコード感と、そしてまあボリュームも含めて、直していかないといけないなと思います。ラストボリューム感を全体でバランス取りながら聞いてみます。はい、ご清聴ありがとうございました。今日は緊急のフレーズがちょっとコード感がおかしいと急に思いましたので、次回の動画を作る前におかしいところは修正を加えてみましたの回でした。村長でした。